皆さんお楽しみのところお邪魔してしまったようですね。何でも好きな曲言ってみな。リクエストだよ。私演歌以外は苦手でして、そうだ、私のイメージにぴったりの曲をお願いできますか。あんたにぴったりの変わった注文だな。おい、できるか。 勇気づけられたのは初めてです。いやー、いいものを聞かせてもらった。ありがとう。警察は嫌いだが、あんたいいやつだな。警察にもいいやつはたくさんいるんですよ。私たちはこれで行くぞ。よいしょ。はい、あ、大事なことを聞いてないんだよな。あのルパン三世を見かけてないですか。いいよ、見てないな。ありがとうございます。もし見かけたらご連絡お願いします。ショパン、わしは音楽が好きでな、ショパンと呼ばれてるんじゃ。ああ、そうか。ルパンって言ったら世界的に有名な泥棒だもんな。もうびっくりしたぜ。おい、なあ、助けてくれ、ルパン。ルパン三世、宝石を渡してもらおうか。めちゃめちゃルパンって言ってるじゃないか。うわあ、もう面倒増やしやがって。 バレちまっちゃしょうがねえ。次元が良くて妙な動きをするな。さく、俺は毎飯を食いたいだけなんだ。ならさっさと宝石を渡して飯でもらうのもいいんだけど。一体何するのよ。さあ、渡してもらおう。いいから、ってほっとけ。助けて、ルパン。分かった、ほらよ。 おい、ルパン、藤子が人質じゃしょうがねえだろ。懲りない男だぜ。さあ、藤子を話してもらおうか。ルパン、プレゼントは確かにいただいたわ。なぬ、ありがとう。ほら、やっこっちゃ。藤子、そいつら仲間だったのか。あら、それで何か。 話もややこしくするなっつうの。そいつは俺の獲物だ。
昨日の続きといこうか、藤子。地下鉄の行き先がわからないで走ってまいった。小右衛門らしいな。おい、後ろ。よそ見してんじゃねえぞ。一茂、いいってことよ。藤子、チップネットだ。この勝負は私の負けみたいね。はい。なんだ。こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないわよ、ね、ちょっと待て、藤子。そいつは待てと言われて待つほど素直な女じゃないの。じゃあね、やっぱ。うわ、困
リコちゃん。こんな簡単な手に引っかかるなんて、らしくないぜ、フジコ。本物のネックレスはお前が来た時ここに隠したのさ。で、俺のポケットにそんな高価なものが？おい、おい、ルパン。ああ？逮捕だ、ルパン。とっつぁん、生きてたのか。お前を捕まえるまで俺は死ねん。とっつぁんも降りないね。それは最新式でお前専用の手順だ。こんなの俺とじゃシャツのボタンも同じだぜ。おい待てルパン。邪魔して悪かったな、最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。お、行くのか。ありがとな、また来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。ケブ、こっちから行くぞ。でっかした。こんな手順なんてな、おーしておーし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 ご協力ありがとう。俺ルパン、さっさと歩くんだ。ケブ、何ですかそれは。何言って、うん、なんだこれは。おっさん、あわよ。待て、ルパン。俺たちもつながるぜ。承知。世界中からお集まりのロボンファンの皆さん、今日は楽しかったぜ。じゃあな。ルパン、貴様がどこに逃げようと必ず俺が見つけ出す。マイシュマ、あとは頼んだぞ。Yeah.